んこんばんは。今日はどんな一日でしたか？私はですね、今日は赤平から朝一でですね、今日はなんか昨日の夕方から朝にかけて縛れたのか、すっごく樹氷が綺麗な景色を眺めながらですね、車で札幌に入りました。朝の勉強会復活しまして、今日は教育ネタで両立美術館のエリアの今後の計画方向性っていうものを学ばさせていただいて意見交換しました。そしてその後また先週というか休み前に引き続き各議員の一般質問が始まりました。今回でご勇退される先輩議員の質問とかも聞きました。やはりその人に訴えかける言葉の重み厚みっていうものをですね、いろいろと感じ取らせていただいて、自分自身のこれからのですね、話し方とか表現の仕方とか大変学ばさせていただいた時間となりました。そして、自分の精神の、委員会室で先ほどまで労作業をしてまして、今はホテル来ました。今日の夕方もいろいろと祝賀会だったりとか総会空地であったんですけど、帰れなくてすいません。明日からちょっと朝一で、自民党の党大会で東京に向かうことになってました。皆さんの会が正解でありますように。明日から土日週末ですね。いい週末、楽しい週末、いい出会いのある週末でありますように。